Ken. Oi, Ken. Ken. Sekine, Ken. Ken. お前どうしちゃったんだお前。なんだお前あの謝罪は。全然謝ってないだろ。めぐみ。おい。お前な、あれ謝罪じゃないぞ。言い訳だぞ。おい、しかもなんだお前あれ。みんなが聞きたいことを答えてない。なお前その法的に OK とか、ね、法的に政府だからとか、そういう問題じゃないんだよ。お前がファルコンとメテオにパワハラをしたのか、そうでないのか。それがみんな聞きたいんだ。法的にどうとか、どうでもいいんだお前。メグインよ。あれやで、昔の偉い人の言葉に、愚者は経験で学び、賢者は歴史からの学ぶっていう、そういう言葉があるんだよ。なお前、ベッキー、YouTube で言うんだったら、ヒカルとか、見てきただろ。悪いことをしたらな、すぐに謝るんだ。すぐに頭を下げて謝る。開き直ったりとか、言い訳したりとか、しらばっくれたりとかしちゃいけないんだよ。メグインよ、お前は愚かだ。愚かだぞ。ただな、メグイン、お前の気持ちもわかる。メグイン TV のお前以外の演者が数字持ってったら、数字取っちゃったら、それはお前肩なしだもんな。メグイン TV においてメグインより人気なやつが現れたら、それはお前悲しいよな。だからお前が自分より人気な演者を外したい気持ちもわかるよ。わかるよ、メグイン。でもダメだ。ダメ。若いのにもっともっと任せなきゃ。若いやつらを信用して、若いやつらを育てなきゃ。メグイン、お前もうやばいぞ。登録者がどんどん減って、人気もガンガン下がって、メグイン、お前もうやばいぞ。これから俺に提案がある。メグインよ、パチンコ場所の日本代表チャンネルで一緒にパチスロ打たないか。メグイン、5号機にシティハンターっていう台があるんだよ。シティハンター、シティハンターはな、ファルコンゾーンっていうゾーンがあるんだ。そう、サイバリョウのパートナーのスキンヘッドのファルコンだよ。スキンヘッドのファルコン、どっかで聞いたことないか。そう、パチスロシティハンターでまたファルコンを仲間にしようぜ。メグイン、お前の生き残る道はパチスロ営業しかない。俺がお前を救ってやるよ。じゃあメグイン、お前の返事待ってるからな。柴田でした。